どうも、M&M'sのりなです。ということで、今日はご報告があって動画を回しております。ということでですね、あのお友達とかには、ちょっと前に報告したり、動画を見てて気づいた方が連絡してくださったこともあるんですけど、なんとレイナは入籍しましたということでですね、無事に、籍を入れてちょっと落ち着いたところで動画を回しております。ということで、すっぴんで申し訳ないんですけど、そう、6月に籍を入れてって感じですかね。バタバタしてようやく落ち着き始めたかなって感じで経過されてます。ということで、お付き合いしたのはそんなに何年、2、3年とかではなく、短いって言ったら1年ぐらいなんですけど、お付き合いして、その付き合った当初からもう同棲をしてたんです。私の家に今の旦那さんが一緒に住んでて、結婚を前提にお付き合いするっていうことだったので、区切りの日に籍を入れようっていうことで、2月ぐらいに引っ越したのかな、2月ぐらいに引っ越して今のこのお家なんですけど、ずっと住んでるので、もう籍を入れるっていうことだけで、もう新たな生活、もう引っ越しを新たにしたりとかはなく、もう籍を入れるっていうことで、名前が、名字がね、変わるっていうことだけで、大きく変わりはないんですけど、未だにね、旧姓を使ってしまう癖が多々ありますが、無事に入籍したということで、報告をこの動画でしました。Twitter にも後日かな、投稿する日に報告させていただきたいと思います。相方のリサ、全然今本当に会えてなくて、1ヶ月会ってないんじゃないかなって思うぐらい全然会えてないんですけど、リサにも、リサとももう結構前から会ってて、付き合ってるんだよねとかお話をしてたんですけど、リサにも直接会って報告よりも連絡して、リサに報告したのはまさかの LINE の、プリクラを撮って結婚しますみたいな、もう久しぶりにプリを彼と撮って、でそれでリサごめん画像を撮ってくれないっていうドッキリで送ったら、結婚するのみたいな感じでドッキリを仕掛けたっていう、プチドッキリですね、相方にした感じですかね。絶対これね、再生回数上がらないと思うんだけど、報告を一応するってことでしました。この動画良くても悪くても、よろしくお願いします。これからもこの動画、リサとは動画続けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。それではせーの、バイバーイ。